Hi everyone and welcome to the channel. It's the background tale for Arabella Gluckstein. Demon, a noble lady of a small country located in the demon realm. She dreams of a symbiotic society between humans and demons and staying in Gosha to experience the divergent culture. She normally looks like an innocent lady due to her always bright and giddy appearance, but she also has the face of a fighter who rushes into the fight with a smile. She is observing the task force, a troop with both humans and demons alike run by Gosha. She is listed on paper as a task force member to accompany them on their mission, but she's closer to being a client, a VIP that needs protection. Although she's being protected, she is quite strong. Her main weapon is Machinery Edge, a weapon of the former Count Gluckstein which she inherited. The weapon is as tall as her height.立場にある俺やあなたに万一のことがあったら治安動向の問題ではなくなるでしょう。ここは先方との合流を目指すべきです。いいですね。わかりましたわね。少し考えを改めますわ。妙なところで物分かりがいいんだろう、この人。なんとか人混みから逃れられたか。合流地点からは少し離れた。場所が場所だけに、あちらさんも多少のトラブルは織り込み済みだったろうが、さすがにここまでの爆弾テロと勝ち合うなんて予想外だ。臭さが消えない。なんとかあちらさんとの合流を急がないと。ええ、それが賢明ですよね。いいですよね。わかりまして。もう少しだけ歩きますけど、我慢できますわね。ちょっと誰ですかそれ。どこから連れてきちゃったんですかその子。もう大声出さないでくださいまし。この子はそのさっきの人混みの中で見かけたんですね。ミステリオなことできませんでしたので、ね、ああくそ仕方ない。ノマド騎士軍の連中にでも預けるべきか。時間の余裕ないかもしれないよ。さっきのテロ、アラベラを狙ったものじゃないかも。偶然にしてはできすぎって言いたいのか。ではこの子を放って当てもなく逃げろと言うんですよ。その子自身が危険じゃないとも限らない。そんなこととうに分かっておりますよ。あなたがおっしゃっているのはこれのことでしょ。爆弾か。人
お嬢、その子から離れてください。昨今、都内でも被害が確認されている例のテロ屋か。くそ、趣味の悪い奴らだ。何考えてやがる。ご覧になって、中隊長。手口からしてやはり先のテロ集団の仕業とみて間違いなさそうでしたよ。このむき出しのセマテックスを抱えているのが遠隔式の起爆装置、そしてこのベルトとハーネスの色がありましたわ。ここに刻まれている門が魔術式の次元起爆装置です。迂闊に触らないでくださいよ。資料によれば強引に取り外そうとして起爆した例があるみたいですが。ええ、存じております。ですのでこの遠隔式の起爆装置をあなた方に無力化していただきたいのです。こちらの魔術式の装置は私が解除いたします。魔導の心得はこの場では私しかおりませんので。自分が何を言ってるのか分かってるんですか。ええ、もちろん分かっておりますわ。遠隔起爆装置がある以上、爆弾が標的に到達するのを見計らって起爆操作を行う役割の人間が付近にいるはず。それをやっつければ、その子もベラベラの助かって。この子がグリュックスハイムの代表と接触したら爆弾が起爆しないと。元より標的はアラベラお嬢になる。監視者がこの子の姿を見失ったか。少なくとも私はこのムカッパラの立つクソ野郎の行いを目の前にして尻尾を巻いて逃げるようなことはできませんの。弱者に寄り添わずして、何が貴族か。まあこうなるよな。行くぞノア、力を貸してくれ。うん、分かった。アラベラお嬢の言う通り、さっきの事件の手口を習っているから、あの女の子を侵入してた野郎の近くにいるはずだ。でなければ遠隔起爆装置なんて使うはずがない。監視役がドローンを経由して人間爆弾を侵入していればおしまいだが、これまでのやり口からそこまで金のかかった手段は取ってこないはず。そしておそらく監視役の人間も。ふうま、それらしい人見つけた。ああ、こちらからでも確認できた。現場から離れる民衆とは逃げる方向が違う。匂うな、ノア。そのまま見失わないように追跡を続けてくれ。了解。動くな。いいか、妙な真似はしないでくれ。おとなしくしていてくれれば痛い思いはさせない。両手を頭に。ふうま、まずい。魔族の血。ご心配なさらず、次元式のコードは滞りなく解除いたしました。もう嫌ですよ、早く着替えたいから。しかし全部たまたま。お嬢には悪いけど、人類の共生社会だ。あら、もしあなたこんな出来事程度で私が魔界に引っ込めたでも大思いでした。それは超か。
あの女の子に身につけさせられていた魔術式の起爆装置と同じもんが刻まれてますよ。それで護身用の拳銃すら持ってませんでしょう。テロリストとこれでは末端の構成員とも呼べませんわ。この人テロリストに変われた。確かに大通りでの爆発から行動があまりにも遅まつすぎる。クーに困ってか報酬に目がくらんでかは分かりませんわ。それにやらかしたことがやらかしたことです。決して許されることではありませんわ。しかしこんな死に様を晒さねばならない悪人などこの宇宙にどこにもおりませんでしょう。現に一日食べられるだけの希望があれば少なくとも彼はこんな事件に手を貸すことはなかった。それだけのことですわ。たったそれだけのことで私は諦めたりはできませんのよ。あら遅いですわよ中隊長とちびっ子。会食に遅刻してくるなんて一体どういう了見しとりますの。アラベラお嬢、これは一体。一体も何も、この地上で私がやるべきことといえば、そう炊き出しですわよ炊き出し。ご飯いっぱい夢見たい。ほらさっさと召し上がんなさいな。毎日できることではありませんのよ。さあさあ。おお、これはおいしい。しょっぱく。あはははそうでしょうそうでしょう。おいしい食事には国籍も人種も関係ありませんわ。為政者としては若輩であろうとも、これだけはきちんと分かっているつもりですの。どれをとってもうまい。このビュッフェの献立、もしかして全部アラベラが。私は郷土料理をちょっぴりアレンジしただけですのよ。実際の調理はうちの使用人たちにも手伝ってもらってますの。私の故郷は正直言って弱小もいいところですの。今でこそ魔界は列強同士の膠着状態が続いてはいるものの、殴り合いにでもなればひとたまりもありませんわ。決して肥沃とは呼べぬ故郷を生かすために、父や祖父は文字通り身を粉にして尽力しましたわ。暗闘を生き抜く処世術も、土地を肥やすための農学も、そのためのものですの。そしてこの調理技術こそがグリュックスハイムに伝わりし、マシーナリーエッジと並ぶ殿下の宝刀。空腹を満たすためにこそ、時に我々は剣ではなくレードルを握るのですわ。あの子この前のテロの。あら、おかわりですの。よくってよ。さあさあ打ちなさい打ちなさい、舌鼓を打ちなさいな。確かにこれを見せられたら絵空事とは言えないな。人魔の強制ってやつも。If you want to see more videos, kindly give a like, share, and subscribe.